皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。とんでもない熱量だった。ドジャース大谷翔平投手のワールドシリーズ前日会見。日米だけでなく、中南米のメディアを含めて、30、40人があっという間に集結した。いよいよ始まるなという、興奮している感じです。大谷の生声を聞き逃さないと、音声を録音する iPhone を伸ばすのに必死だった。 写真、大谷仲良し、美人レポーターが大胆引きに姿を公開、美しい、ゴージャスだ。取材の、場所取り、からとんでもなかった。会見前、報道陣が待機していた場所から大家のブースへは約30メートルほどの距離があった。まるで100メートル走のような緊張感。取材待機していた報道陣を見たエンリケ・ヘルナンデスが、ゴーと掛け声を発して、 フライングでダッシュするメディアは数人どころではなかった。球場警備員の号令で場所取り開始となったが、各メディアが走る、走る。場所取りが終わったかと思えば、今度は、おしくらまんじゅう、だ。皆さん、止まってください、後ろに下がってください。お前たちが押し続けるのであれば会見を始めないぞ。まさかの怒号に現場は騒然。 ブースの椅子に座っていた大谷はキョトン顔だった。取材中は取材中で、取材の規制線を守らずに録音マイクを伸ばすメディアに警備員が注意する場面も。警備員は取材パスに手をやり、次やったらつまみ出すぞ。野球現場では、なかなか聞かないドスの聞いた声だった。取材終了後、大谷は会見に参加した全選手の中で唯一、 警備員に守られながら会見ブースを後にした。大谷を取り巻く周囲の熱狂ぶりを感じさせる25分間だった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。